おはようございます今日の話は仕事と人生を激減させるなら99%アウトプットを先にしなさいという神奈川明憲さんの本の中から同盟の題で書いてみました、えー、今世の中は空前のアウトプットブームですとなぜなら AI が発達してですねインプット型の仕事がどんどん減るとともに大量失業時代がすぐに目前に迫っている その危機感をですね、まあ、みんななんとなくです、ね、感じて、これは増えてるんだということなんですね。でそれは、クソード大学が10年後に亡くなる仕事というのを、まあこないまあ、だいぶ前ですけれども、発表したり、ですね、あるいはカール・ワイツが2045年、AI が人間を超えるという、まあ、これ、シンギュラリティと言いますけれども、予測したり、ですね、これからの私たちの働き方とか生き方はすごく大きく変わっていくということを、みんな漠然として不安を抱えているわけですね。 まあそんな中で自分の考えを話すあるいは行動することができるというのはですね、えー、そういう人間アウトプットできる人間がですねこれから先の時代を生き残れる人間になっていくよということなんですでその大事なのはですねその順番だっていうんですね、まあ、普通はですねインプットをしてそしてアウトプットしようと、えー、非常に準備をしてですね一生懸命準備をしてそれから、えー、いろいろ勉強をしてそれからアウトプットしよう、まあ、それは駄なんだというんですねそうじゃなくてですね 最速の結果を出すために実践しているのが、まあ、神奈川さんはですね、アウトプットを先に行うと、でそして走りながら考えていくとで、足りないものを足していけばいいんだと、そういうアウトプット、インプットの順番で物事を行うというのは大事なんだよと言ってます。でただし、ですね何もないところからアウトプットできないんで、えー、前にですねその事前にですね必要最小限のインプットは必要だ、それをスモールインプットと呼んでいると。 でビジネスで成功したいならスモールインプットを行ったらすぐにアウトプットをして足りない部分があったらそれを足していくということが大事だよという話ですで、えー、まあ話す書くという技術を伸ばしたいならですね人に教えるというのが一番だと、まあ、生徒をたくさん持つことによってそこで話したり、まあ、あるいは読者に書いたりするという技術は飛躍的に伸びていくわけですでで あの知識の量にかかわらずですね臆せずアウトプットをすることが大事だよということですね。でまあこれあの読んで思ったんですけれどもこの千日の稽古を担当し 毎日の稽古を連とする、まあ、単連ですけれども千、えー、日というのは3年万日というのは30年ですねでこれはマルコム・ブラッドウェルさんとか藤原和弘さんリクルート元の,です、ね、の方ですけれども提唱した1万時間の法則、まあ、そうするとプロになるよという話なんですけれども、うんえー、そういうのもですね、まあ、この、まあ、コツ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 とアウトプットすることが大事だよという話です、えー、じゃあ今日はこれで終わります。